第2ステップ。目を閉じて最初の姿勢を作ってください。両足は肩幅程度に開き、膝の角度は少し鈍角です。両手は膝の上に、手のひらを下に向けて自然に置きます。背骨をまっすぐに伸ばして、顔も真正面に向け、その状態から 2,3 回大きく深呼吸をしてください。息を吐き出すときに少し意識的に肩を下に沈めるようなつもりになるといいでしょう。唇をやや開いて口元を緩めます。自然な呼吸に戻って、気持ちが落ち着いていると何度も繰り返します。気持ちが落ち着いている、気持ちが落ち着いている、気持ちがとても落ち着いている。今度は注意をそっと右手に向けてみます。右手の指先は膝のところにあります。自分の着ているものの、その切れが指先に触れている感じをつかんでください。指が少し曲がっている感じ、あるいは指と指がくっついている感じ、そんな感覚を手がかりにしながら、右手、右腕に注意を向けていきます。さあ、その上で今度は右手が重たいという言葉を頭と、注意を左手に向け替えていきます。注意をぼんやり左手に向けて、左手が重たいと頭の中で繰り返してください。左手が重たい、左手が重たい、重たい、気持ちがとても落ち着いている、左手が重たい、いつの間にか両手の感覚が違ってきているのに気づきます。気持ちが落ち着いていて、両手が重たい、両手が重たい、重たい、
両手が重たい、両手が重たい、重たい。気持ちがとても落ち着いている。両手が重たい。今度は注意を両足にも向けてみます。両足のつま先、足首、ふくらはぎ、膝の方、大腿部と両足全体に気持ちを向けます。気持ちが落ち着いていて両手が重たい、そして両足も重たいと両足に注意を向け替えていきます。注意を両足に向けて、両足が重たいと頭の中で繰り返してください。両足が重たい、両足が重たい、重たい。気持ちが落ち着いている。両足が重たい、重たい、重たい。気持ちがとても落ち着いている。両手が重くて両足が重たい、両足が重たい、重たい。両足が重たい、両足が重たい、重たい。これで第2ステップは終わりです。それでは両手の握り拳を作って開いたり閉じたりしましょう。グーパー、グーパー、グーパー。次は肘の屈伸運動です。曲げて伸ばして、曲げて伸ばして、大きく背伸びをして、最後に目を開きます。しばらくの間、自然の音を楽しんでください。